令和3年がスタートいたしました。皆様、今年も何卒よろしくお願い申し上げます。混雑時間帯を避けながら小金井市内の各神社にご挨拶に参りました。小金井新聞の金融雑貨に寄稿、1月のテーマはクレジットカードについて。キャッシュレスの中でも日本人に親和性が高いクレジットカードですが、類推されにくい暗証番号にし、裏面のサインも忘れずに。緊急事態宣言下においては従来の活動ができず、 SNS などを通じてコロナ情報などの発信に努めました。西東京市長選挙において自民党推薦の池澤隆候補の応援、無事に当選を果たしました。隣接市として引き続き連携をしてまいります。駅前やスーパー前でのご挨拶活動、街宣車での遊説活動を継続して行っています。また3月21日の小金井市議会議員選挙に向けて候補予定者の皆さんとの街頭活動も行っています。見かけましたらぜひともお声掛けください。市議選の各候補予定者の政策の記載された政策チラシを作成配布、裏面は長島昭久衆議院議員と広瀬の対談です。